はようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今週最後のお弁当です。豚バラにね、ニンニクを巻いた、とりあえずね、玉ねぎ薄切りしてます。ニンニクの芽を豚バラで巻いたやつでね、これニンニクの芽、火が通りやすいように斜めに薄切りしてます。美味しいよね、このニンニクの芽もね。でね、カニカマは適当にザクザクザクっと切って、ウインナーに切り込みです。でさ、豚バラでニンニクの芽をね、くるくるって巻く。たださ、切って炒めただけでもよかったけどさ、こっちの方が食べやすいかなと思って。そしたらね、軽く塩コショウです。でね、小麦粉をまぶすよ。卵焼きの準備です。今日ね、殻が2かけも入っちゃった。でもさ、殻取りにくいじゃん。でもね、なんだっけ、この卵混ぜ棒はね、簡単に取れるからめちゃくちゃ便利でね、今日はね、なめたけとネギにしました。っていうか、今日は何日だ？今日25日かな、もしかして。25かな。もうね、日にちがわかんない。困っちゃう。私ね、先週からね、ずーっと先延ばしにしてた用事があって、本当はね、いつだったっけ？火曜日か水曜日に行こうと思ってたんだけど、出たくなくてね、また金曜日に行くって夫に言ってたのそしたらとうとう金曜日になったからさ、もういい加減にね、済まさないといけない用事をさ、ちゃんとしないとと思って、今日はね、いやいやだけど出ないといけないんだ。困ったもう本当にさ、家から出たくなくてね、困るぐらいで、今日はね、出たついでに焼きそばの麺を買って、晩ご飯はね、焼きそばにするんだ。最近ね、焼きそばにめちゃハマっちゃって。焼きそばね、美味しい。でね、これで卵液が最後だね。で、昨日はさ、1年以上ぶりにインスタライブしてね、楽しかったですか？楽しかったですかって、何の報告って。そう。でね、豚丼とね、ロースト玉ねぎを作っただけで、あとはね、雑談中の、無駄話中の、なんていうの？雑談？井戸端会議的な？楽しかったです。ね、本当はさ、インスタの方をさ、あれ、なんていう、インスタをしてない人もいるから YouTube でね、ライブができればいいんだけど、私がさ、飲みの心臓なのだからね、 YouTube ライブをする勇気がね、なかなか出ません。もうさ、ほんと飲みの心臓だからね、こう見えて体はね、人よか大きいけどね、気はこまんかですよで、今これ炒めてるの、あら、あれ
材料と分量出たのに消えちゃった。まあ概要欄にも書いてるからまあいっか。これでね、なんだ、玉ねぎとカニカマのおかか炒めが出来上がりです。で、肉巻きを焼くよ。あの、巻き終わりをさ、下にして焼いたらよかですよ。で、これはさ、転がしながら焼いていく。転がそうと思っても、これが返ってくるの。もうさ、ほんでこんなして焼いてるうちにさ、巻いてるニンニクの芽にも火が入っていくよ。そしたらね、めちゃくちゃいい匂いがしました。すごいいい匂いだった。で、そうそう、全体に焼き色がつく頃にはね、に中までよく火で火が通ってる。でね、珍しく余分な油を拭き取って、丁寧だね、いつもよりね。でね、味付けはもう焼肉のタレ。これならさ、間違いないじゃん。で、ニンニクのさ、何これ、目とよく合うからね。で、しっかり絡めて、これで出来上がりです。詰めます。大葉で仕切って、ご飯はね、傾斜をつけてる。そしてね、豚バラとニンニクの芽巻きを立てかける感じで詰めるよ。そしたらさ、味が混ざらないようにもう一回大葉で仕切って、卵焼きは断面が見えるようにね、また立てかけます。でね、ウインナーがここに入る予定なんだけど、ちょっと狭かったから一旦取り出して、キュッキュッて。で、ウインナーを詰めて、カップを敷いて、ここにね、おかか炒めを詰めるよ。ミニトマトをちょこんと乗っけて、今日はね、しそ昆布です。梅干しをちょんと添えて、今日のお弁当の出来上がり。今日はね、こんな感じのお弁当でした。材料と分量出ます。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。